毎度、徹子です。韓国は今年2月末、問題が深刻化している最中に、北朝鮮に物資12億ウォン相当を支援する案件を議決していたことが判明しました。国民が苦しんでいるのに、韓国の政治家はそんなに気にしていないみたいですね。これに対して、韓国の国民の怒りはピークに達しつつあります。ニュースの詳細。京畿道が今年2月末、北朝鮮に物資12億ウォン相当を支援する案件を議決していたことが25日に確認された。その後、国内の状況が深刻化し、本格的な物品準備や伝達経路の確保などの手続きは中断した。しかし、2月末当時、国内の対象者が数百人台に急増している状態で、無理な北朝鮮支援を推進したという批判が出ている。北朝鮮幹部と建設当局が、労働党創立75周年の10月10日までに平壌総合病院を竣工するために総力戦を繰り広げていると、北朝鮮労働新聞が25日付で報じた。現場の北朝鮮労働者たちは、みんな予防措置をとっている。北朝鮮は使用可能な衣類工場を動員して生産に集中しているが、物資が不足している状態だというとのことです。あかん、韓国の国内が大変なことになっているので、ムンジェイン大統領もさすがに表立って北朝鮮の支援をすることができないんだけど、地方自治体はガンガン支援するつもりだったみたいですね。12億ウォン相当の支援物資は物量がとんでもなく多くて、検査キットや消毒薬などの数は数百万単位。北朝鮮に送り込む計画を国民に黙って、こっそり書面で議決するなんて、なかなかせこい手を使いますね。日本でも、東京都が中国に送った防護服の合計が33万6千着だったことが問題視されています。都議会の追及で分かったことなので、誰も追及しなければお蔵入りするとろでした。数回に分けて中国に送っているんだけど、北京への20万着支援は、誰が、どういう経緯で依頼されて、防護服を送ったのか不明点が多く、小池知事は中国に抱き込まれていた、などの疑惑が取り沙汰されています。億単位の税金で購入した物品を、無断で他国に送るとか無責任すぎます。ほんで、状況に詳しい関係者によると、対北朝鮮と韓国の自治体をつなぐメッセンジャー的な人がいて、非公式に支援物資を送ってほしいといろんな場所で依頼していたみたいです。そのため、京畿道以外の地方自治体や民間団体にも同様の支援を求める提案が多数寄せられているとのこと。さらに、金正恩委員長が4日にムン・ジェイン大統領に送った信書にも、北朝鮮側の SOS が記載されていた可能性が高いそうです。だから、政府レベルでも支援の準備ができていて、国内世論の状況を見極めて支援するつもりだったようです。こちらが韓国の反応です。同じ民族である北朝鮮を支援することに問題があるの？だから貿易商品を購入しにくかったんだ。国民全員を苦しめている。すべてのことに理由があったんですね。また北風ですか？静かだったのにまた始まった。こういう作戦では誰も投票しません。政府が問題にしっかり対応しないと政権は瓦解する。ムン政権と民主党のやつらが本性を現した。大韓民国の大多数は、彼らが習近平のスパイか金正恩の子分と思っている。進歩派というのが従僕派だったと理解しなければならない。理解が追いついていない人が多すぎる。支持率が上がったので調子に乗っているようだ。我が国は北のために存在しているのでしょうか。支援物資を送っても本当に必要なかわいそうな北朝鮮住民には届かない。金正恩の私腹を肥やすだけだ。我々にも支援物資を補給してください。国民の命が危険な状況なのに、あんな使い道をするとは、もはや逆賊だね。ムンジェインは、診断キットを持って、北朝鮮に行って渡して、二度と帰ってこないでください。もしこれが事実なら、あなたたちは、天罰を受けるだろう。国民は、今も、
惜しい時間を割いてたったの数枚の物資を買うためだけに並んでいる。国民には必要な物資を与えないで、北朝鮮には過剰なまでに物資を与える。これが民主国家のやることですか？道民一人当たり10万ウォンを給付したが、ただの税金をばらまきだ。本当に必要なものは北朝鮮に与えるのか？大統領をはじめ、京畿道知事、ソウル市長、江原道知事などは、北朝鮮と中国に物資を渡すことができずに焦っている。これが本心だろう。北朝鮮から与えてもらえるのはミサイル発射だけ。確か北は正常地域だったのではないだろうか。安全な地域になぜ大量の物資を送るのですか？最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。